こういう時は話して説得するか、戦って説得するか、はたまた戦って説得するかですね。戦うしかなくね。パンチのハイテク鬼ごっこ。なんだハイテク鬼ごっこって。ローラースケートとか。ハイテクではないか。でもめちゃくちゃ綺麗な住宅街よね。なんかいい家がいっぱいあるな。何？あー、思い出した。ちょっと劇画調に。どうした？びっくりした。ウィスパーどうかしたの？それはその、時が来るまでずっと黙っておくつもりでしたが、とうとう来てしまったようですね。妖怪ガシャについて話すこの時が。何？てか、ケイタの時も思ったけどさ、フミちゃんも、なんで地べたに辞典置くの？ウィスパー、さっき思い出したって言ってなかった？ギク！記憶から飛んでいたね。消されていた記憶？とにかく、お友達妖怪を増やす、せっかくの大チャンスなんですってば。近い。大森山のご神木を目指しましょう。詳しい話はそれからです。大森山のご神木まで行かないといけないのか。遠いっすね。ちゃんといるね、家に。ねえ、あゆな、今日の晩ご飯何食べたい？何でもいいけど、何でもっていうのはなしね。でも聞かれても困るんよね。そっちから選択肢を提示していただきたいわ。お父さんは仕事？あ、アイラちゃん、ちょっと待ってください。何？夏の間はこまめに栄養を取らないと、妖怪でもすぐにバッてしまいますからね。妖怪も夏バテをするんだな。ぜひこれを持って行ってください。羊である私からのサービスです。梅おにぎりを3個手に入れた。いやー、やっぱね、塩分取るのも大事やけんね。アイテムは妖怪パッドの持ち物で確認できます。食べ物や道具はアイテムを選んで使うことができますよ。妖怪の HP が減っているときは食べ物を与えて回復しましょう。バトル中に妖怪の好きな食べ物を与えると友達になりやすいですよ。妖怪ウォッチのゲームってさ、なんか全部夏休み？まあ、なんかその小学生とかが主人公やけん、そういう設定になっとんかもしれんけど、なんか春夏秋冬を体験したいよね、妖怪ウォッチの世界で。足りない時はお店でも調達できます。備えあれば憂いなしです。ウィス。町には数多くのお店があり、お店によって扱っているものが違います。例えば圧巻ベーカリーではいろんなパンが買えますし、よろずマートでは買い物だけではなく、いらないものを売ることができます。なんかリアルを追求しとるんかもしれんけどさ、なんか春夏秋冬ってなったら学校行く時間もいるよねみたいな、そういうことを考えとんかな。友達にしたい妖怪の好きな食べ物はお店で買って用意しておきましょう。把握できてないよそんなの。アイナちゃんこんにちは。ご飯はちゃんと食べてるかしら。おーっと、あのおばさんか。なるほど。なるほどね、ご近所さんだったのね。まあ名前も知ってるし、そういう感じか。ふみちゃんの家とケイタの家って隣同士ではなかったっけ。そこまで近所ではなかったんか。コンビニにあるあれは何のマークやったんかな。回復？セーブ？でもセーブって別にシステム開いたらできるんよね。じゃあ違うか。結構広いけど、ずーっとなんか走り回りよるよね。え、途中から自転車とかゲットできたっけ。スピードアップ、スピードアップ。ん、今なんかボックスがあるけど、あ、入れる？この辺から。一応やっぱ見つけたら気になるよね。黄色コインのかけらを手に入れた。何それ、コインのかけらがあったんだけど。そういうのもあるんですね。てかふみちゃんめちゃくちゃ一人で大冒険するやん。なんか男の子やったらあんまりね思わんないけど、ケイタが主人公の場合。
っぱ女の子主人公の場合なんかすごいアクティブな子やなって思うね。絶対こんな女の子おらんやろ。そうそう、あそこに、あなんかキュッピーとかいうやつやったよね確か、あのマーク。あれあやのちゃんどうしました？妖怪の HP 回復かな。前に進めないの、どうしてかな。え、なに結界？またまた、そんなわけありませんって。ほら行きますよ。弾き返されるのでは。ほらやっぱり前に進めないよ。おかしいですね。これは妖怪の仕業かもしれません。妖怪ウォッチで調べてみましょう。なんて妖怪？石段を調べ、お、あれか、当選簿するやつ。そんなやつおったっけ。妖怪を見つけた。誰？当選本。ふんふんふん。ここから先は通行止め本。全然よくわからんかった。何それ？エスパー、この妖怪はなんていうの？ちょっと待ってくださいね。お、これは厄介な相手ですよ。奴らのは当選本。道行く人を当選簿することに情熱を注ぐ変な妖怪です。妖怪不祥事案件でいうところの、あの子に今日こそ告白するって決めたのになぜか一歩が踏み出せないですね。ほう、そういう物理的なわけではなく、困った妖怪ね。こういう時は話して説得するか、戦って説得するか、はたまた戦って説得するかですね。戦うしかなくね。え、戦うの？私は話してみてもいいんだけど。うんうん、ジバニャンと片付けライもいますし大丈夫ですって。ほらほら。ふん、どうしても先へ進みたいってんならこの俺を倒してから行くんだもん。戦うしかないんかーい。戦え友達妖怪。自由気ままに戦う妖怪ですが、実は4つの戦法を使い分けています。攻撃、妖術、ガード、取り付くの4つです。しかしたまにサボることもありますが、そこは許してやってください。リス、ふんふん、また戦いましょう。技を出したい、技を。ん、こっち、あ、回せだった。全然できなかった。え、まだ回せる？最後まで回せるんや。なるほど、なんか時間があるんかと思った。お片付けのジーン、かわいい。何それ、あ、お祓いか。なるほどね、全然意味なかった。え、いけた今やっつけたんかーい。100レスニック級が出したかった。なるほどね、片付けらいはお祓いだ。ち、なかなかやるじゃねえか。ほら通っていいもん。やりましたね、アイナちゃん。うまく説得できましたね。妖怪たちとのバトルにはいろんなコツがあるんです。少しずつ慣れていきましょう。バトルのヘルプが追加されました。ありがとう、避けてくれた。こんなこと言いたくないけど、通っていいもん。友達にはなってくれてないんだね。え、友達になれたっけ、今。え、慣れてないよね。待って、この辺りにこれだ。キュッピーで休憩しよう。 HP を回復。妖怪メダルの入れ替えもここで。バトルに疲れて妖怪たちを休ませるときはキュッピーを利用しましょう。妖怪メダルの入れ替えは普通のシステム画面からしかできんのやっけ。キュッピーはヨロスマートの店内やダンジョン内にひっそりと佇んでいます。見かけたらキュッピーの力で妖怪の HP を全回復してもらいましょう。キュッピーでは妖怪メダルの入れ替えや日記をつけることもできます。キュッキュッキピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ、まあ日記書いとくか。はい、オッケーです。これはあれか、あ、待って、なるほど、視点も変えれる。いや、それはいいんだけど、ここでも日記は書けるんよね。あ、よねよね。で、別にあそこをキュッピーに行かんとセーブができんわけではないと。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかあれやね、なんか最近のって結構こうセーブデータを何個にも分けてできるのがまあ大体多いやん。で、ね、全部そっか上書き上書きなんやね。そっかそっかそっか、その辺はちょっとおーってなった今最近の仕様と違っとって。